わってんな、やっぱスローガン通り、ね、無料でキャバクラも、キャバクラね、無料でキャバクラ、無料無料で、無料で、ここから3人払います。とりあえず三角地帯あたり行くか、はい、やっぱり三茶といえば ね三角地帯ですから、うん、ちょっと一発目なんかあのちょっと焼肉とかつまみながら飲んだりしたいな、いいですね、はい、あっちの方やな、これをどっちから入る？このあれそうだ、こっちから これどっから入ったらいいんだっけ、三茶にこんなに住んでるのにどっから入ったらいいかわからない、ちょっとあのマニアックなとこから入ろうか、ここちょっとマニアックなとこから入ろう、バイバイ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 、ここの先は焼肉でしょ、そうやんな、ここのそこに焼肉がある、ここあれすごい流行ってる、うん、綺麗なお姉さんがカウンターに。ここか。すごいいっぱい。すごいいっぱい、この合間ね、この合間もいいね、あれこれ完璧やってんのかな、あ、いっぱいやわ、こっちはいっぱい、はい、してないです、あのこっからこのこっからキャラットタワーが見えるっていうまさに三茶の、まさに三茶やな、お待たせしました、今あのこちらのお客様が会計終わってるので、はい、8時15分だったら大丈夫なんですけど、今1分ですね、8時、あ、じゃあはい、そこら一緒に見ませんか、一緒に15分だけ、15分だったら どこカウンターバー、あ、赤ちゃんちの中です、ああそうなんですか、だって暇でしょうかって15分今暇ってわけでもない、まあ暇っちゃ暇やけど、こんな寒いところで徳井さんを行きます、フラッとさせて行くわけにいかないます、じゃあちょっと お兄さんは誰なんですか、じゃあ一杯だけ、お兄さん誰なんですか、友達です、でも別にいいじゃないですか、お兄さんの知ってると店、いやもうさっき言ったところ、あ、そうなんや、でも一杯だけですよ。一杯だけですよ。だから焼肉待ってるから。そうですよね。はい、でも今日すごい。え、どこですか？めっちゃびっくりしました。どこですか？じゃあフォローに。フォローに。フォローに。はい、フォロー you。いや、thank you。俺 YouTube 撮ってるけど大丈夫ですかお兄さん？まあ多分大丈夫なんです。あ、そう。自分は全然いい。あ、そうですか。まあ顔は映さないんで。俺は怖い。ここに。今さっきまで一緒に飲んでたじゃん、あ、じゃあ兄やんはどうします、焼酎で、焼酎のソーダは、あ、焼酎のお湯割り2つで、あと焼酎のお湯割り2つで、麦と、あ、芋で、芋、はい、芋ソーダ、芋でお湯割り、あ、じゃあ黒切りで、ええやん、結構飲んでるんですか、今日は2時ぐらいから、2時長いな、いただいてるんで2時から三茶の人、でも雨が違う、愛媛県、あ、愛媛なんや、何時から焼けるか、15分後、だからほんまにいっぱいガッと飲んでガッと行くわ、お兄さん どっから来たんですか、そこら辺この辺に住んでるの、この辺に、あ、そうなんですね、適当に、適当に生きてるお兄さん明日覚えてる、全然覚えてない、覚えてないでしょ、全然覚えてない、この感じいつもそうだ、だいぶやばいな、ちょっとあのワインボトル2本と、うわいい感じだな、結構やってるので、あなた友達、全然、いや全然、今出会ってでもさ、すごい寒空で焼肉屋で、ま、前で待っとったら、うん、それあかんやなって思うやん、そうそう、だってこうやってやっとるやん
そんな寒そうにしてないけどね。いやちょっと15分ぐらいからその辺ブラブラっと回っていこようかなと思ってたんやけど。毎日いるんですかこの辺？週3ぐらい。週3。パトロールで。パトロールね。え、お姉さん毎回付き合ってるんですか？月に2、3回ぐらい。本当は毎日空いてるんだよ。寂しがり屋です。そっか。断られて。辛い思いしてる。辛い思いしてるんですね。え、一応DVD かね。DVD？え、うちのコンビの？え、嘘？めっちゃ面白い。え、単独ライブの？そう。うわ、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ほな、お疲れです。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 あと5分ぐらいしかないけど。お疲れです。トミー、カモントミー。あら、お疲れです。オーケー。あら、はい、今日はトミーはあの四国から来てる愛媛ね。トミーはトミーなんや。あ、トミーヒルフィトミー行ってるからってことね。で、徳井さん聞いて、トミーのグレーメン、グレーメン、グレーメン、これラジートミーやったよね。ちゃんとサバイブする決意を聞いた方がいいよ。君は同級生やん。何歳？マジで聞いたよ。27。同級生で。へえ。え、一緒に出てきたってこと？いや、全然僕は出てきてなくて、うん、僕は地元に行って、あ、愛媛寄って、はい、今日で、まあ、その仲良くしとったんですけど、まあ、急にいつでも誘える友達がお笑い芸人になりたいって東京行くっていう。え、そう聞いたんですよ。え、うん、お笑い芸人になりに来たの？なりたいして、養成所入ってなくて、フリーでやってる雑誌中です。雑誌中それを聞きたいですもん。あ、徳井さんに。そうなん、そうなん、そうなん。お笑い芸人を志しとる身の。あ、別にやめてはないんや。別にやめてない。あ、始まってもない。東京に。そうなんや。やめてもないですし、始まってもないです。え、何歳で東京来たの？27です。え、27で来たの？はい、今来たの？今来た。今年来たの？去年。もうほんまに去年の秋。マジかすごいな。27から。僕のいつでも遊べる友達だったやつが急に東京に行くって言い出した。そうなんや。え、徳井さん何歳からお笑いやってるんですか？俺、まあ、一応18、19ぐらい。じゃあ27までは普通に働いてて、もうそうですね。で27からやっぱり芸人やりたい言うて吉本入ったらええやん。相性っていろいろあるでしょ今。あんま振りねえいろいろあるでしょ。吉本怖い。怖いでしょ。怖い。そうか、そうか。すごいな、この浸透の仕方。そんな怖ないで、別にええ会社やで。いろいろあるかもしれんけど、結局な、やっぱそのYouTube とか今みんなされてますしね、うん、まあ、別にどっかの事務所に入らなあかんってわけでも全然ないと思うけどね。相方を探したい。やばい。相方おるよ。で今からちょっと探す中です。そうなんや。そうか、なんか別になんか活動はまだしてるわけではなく。お前マジで教師ね。お前教師ね。お前だけやろそれは。面白い。じゃあもう2人で組んだやん。ほんなら、すごいな、27からやんねんな。まあ別にどっちみちみんな売れんの30過ぎてからぐらいの感じやもんな今な。あ、そうなんですね、うん、でも言うたらチュートリアルさんなんかも M1 の、 あの1年前のやつあって、まあ、YouTube 見とるストーリーやけど、見ただけのストーリーやけど、そんなこと言うヨギータや。ヨギータ、あのダンスどんな気バズった？あれやばいな、あれや。俺な。あ、すいません、ありがとうございます。めっちゃ美味しいですよ。そうじゃないですけど、あの、まあ、構成作家とで、この辺住んでるの、あれがなかった、さすが駒沢です。あらへん。ああやっていつも写真撮るんですか？とりあえずなんかやらんかな。いや、ほんまにそうなんですよ、うん。この後は別のところに行くつもりだったから、もう一回行こうかなと思って探してたら見つけた。だから知ってたんや。迷ってる記事を見たかったんで。今どの事務所がいいですか？事務所なの？僕はでも、まあ、そうやな、事務所な。でも話
った方が楽っちゃ楽やと思うけどね、なんか、まあ、フリーでやってる人もいっぱいいるけどな。え、なんか考えてんの、 どこ入ろうかなっていうの。今も入らなあかんなと思って、太田プロかソニーか。わあ、ソニーな。っていう、それも鍋もあるもんな。でも、それも、今日僕その愛媛から来て、でも、もう、もう、でも、もう行きますよ。もう行きますよ。それも、行きますよ。あ、いい、でも、自分、おかげするんで大丈夫です。安さみたいな。電話かかってきました。もしもし。焼肉だね、どうしよう。もしもし。あ、わかりました。すぐ。まあでも別に。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、いやいや、まさかの芸人から濃いな。芸人志望か、すごいな。27で。27から芸人か。27から。探すって言ってました、ね、うん、すごいよっぽどの覚悟やな、ね、すいません、お邪魔します。緑茶、あ、ジャスミン茶、はいよ。ハイボール、はい、お疲れ様です。上端塩と厚切りと薄切りあるんですけど、厚切りで、厚切りなんで3カットになるんですけど、プラス1カットして1人2枚ずつ食べれるように。あ、そうですね、そうします。和牛ハラミ黄金レバ焼き、とりあえず今ぐらいまで大丈夫です。そうな、あ、ありがとうございます。そうなんや、一応持ち回りだったね。あ、レバ焼き、いや、レバ焼き、黄金レバ焼き、はい、はい、ごま塩のタレつけて食べてください。はい、ちょっともうこれはもう自分のやつは自分で焼こう、繊細やから。うわー、うまい。いただきます。うまい、うまい。牛タンってね、若い時食ってました。若い時っていうか、その小中高食ってたよ、牛タンは。あ、ほんまですか。家で焼肉やってました。やってた。あ、じゃあ家で焼肉、家で焼肉やってたのにタンとか食ってたんですか。いや、家ではタン食ってない。大人になってから食べたんで。知らなかったです。知らなかった、うん、え、外に焼肉食って食いに行ってなかったってこと。多分、はい、ありがとうございます。行ってたけど、足の方よく見られてから焼かれてください。はい、レモンはタレ皿の真ん中が空いてると思いますので、こちらの方に絞られます。こちら全部しっかり焼かれた後、こちらがそれでカットされたんです。はい、わかりました。牛脂の方は、まあ、一旦別の方に焼かれてから置いてくださいね。はい、俺は、うん、好みは、うん、ちゃんと仕事してやる。仕事してやる、うん、キーカットの仕方とか、タレの付け込み方とか、そういう系の。ありがとうございます。うまっそう。はい、仕事そう。肉が店員さんが、違う違う、あの、その肉に切り方とか、タレの漬け込み方とかの、うん、がうまいところ。大阪のとことかそうやん、安くないの、そんな高級、超高級肉とかじゃなくても、うん、タレ漬け込んで美味しくしてとかやんか、うんうん、そういうのも好きそういうのも好きで。いつ内臓やって知りました。ハラミって肉や思ってます。肉っていうか、うん、ロースとかと同じような感じじゃないですか、うん、見た目。でも俺とかはこれどこの肉なんやろとか思うから、もうすぐ調べるからすぐ気づいたけど、そうなんや。すぐ内臓やって知ってたんですか。うん。うちも絶対に電話しやがってよ、あいつよ。ありがとうございます。飲み会中よ、今電話つながれたから、何やってんだよお前よ。電話つながるほどの仲なの。
派遣で大丈夫だったこれ。あ、レモン切れました。単独はもう発表したんですか。15は絶対必要だから、いいやんいいやんって言われてたんですけど、制作会社がいや、やってきてる付き合いがあるんで、もうちょっとつって言ってたんですけど、結局、まあ、予算がなくて、ごめんなさいねって言って、向こうも、あ、いやいや、嫁派の人いわく、うん、だろ、そこなんだよ。全然もう一人じゃん、ソロマン。前から思ってるけど、やるから。おそば一旦塩でちょっと食べてみる人ですか。割とそれはする感じ。するんや。一旦塩で。毎回じゃないわ。別にする気持ちはある。へえ。大人になってからですか。大人になってから。塩も全然好きやねんけど、焼肉はもうやっぱタレでいきたいな、やっぱ。もうそれもう焼き、もう肉本来のとかっていうのはもう無視。うん、別に焼肉はもう焼肉のタレの味が好きやから。焼肉はこうタレの味込みで食って、うん、白飯ガッサーみたいな、そのイメージだから。ビー玉やってみたい。欲しいのがあったかある。焼肉、家で焼肉するときこのタレっていうのは父親作ってたのに、なんかわかんないです。作ってたタレを、醤油とみりんととか混ぜてってことは関係なくない。いろいろ戦後の人、戦後あ、まあ、ギリ昭和24年生まれ、まあ、戦後これだよ。あんま好きじゃないですか。好きですね。大好き、俺は。大好き。付き合って食べる機会ないんですよ、ね。あんまり鍋焼き肉。これ冬になったら一回は絶対来る。お店で？家で。家で？それこそすき焼きは家で食うもんっていう感じやったから。昔。いいね、クジラ食うてました。食うてない。食うてた。クジラばっか食うてました。そんな世代ちゃうやろ、お前。いや、多分僕親の世代やで。はい、親の世代ですよ。だから親がめっちゃ食うてませんでした。食うてない。俺、給食でしか出てきたことなかった。で、大人になって、なんか、大阪出て、なんか、ハリハリ鍋とかあるやんか。はい、ああいうので、食ったことはあるけど。うん、ええー、ところこれですね。クジラめっちゃ壊されてましたもんね。いや誰も食えてないよ、俺らの周り。クジラめっちゃ、で多分ギリ僕小学校低学年ぐらいの時って多分ね、クジラの方がまだ安かったんじゃないかな。まだ、いや待ってくれよ、クジラめっちゃ壊された時代じゃないって思う。大阪どうなってんだよ。俺も3つ下やろ、はい、だって俺らの世代ですら、うん、クジラっていう食文化があるから、うん、給食で出して触れ合ってもらおうみたいなんで、うん、俺らは給食で食ってるやん、うん、
普段食わへんものやってんもん、だって大阪、そうなの大阪って、うちだけかな、そうお前の親が好きやったんじゃ、クジラの肉が、はい、行くか、そろそろ、うまかった、美味しかった、すみません、ごちそうさまでした、ありがとうございました、来ました、ごちそうさまでした、美味しかった、美味しかったです、どうも、こっちエリアね、ああ、うん、こっちもいいですね、ああ、いいですね、いいですね、上がね、上が246通ってますからね、うん、南大阪名物、かすうどん、南大阪名物かすあ、ここや、この後行く店、パンクブーブーの黒瀬の友達のお店で、ちょっとこれ後で行きましょう、うわ、ここもなんか雰囲気いいバーですね、うん、今何時、今8時半とかぐらいじゃないかな、あ、もう9時過ぎてる、9時12分、あ、じゃあもう一軒行って、時はもう渋いな、これ時は、あ、ほんまや、ワツラ大丈夫やわ、あ、こっち、あ、こっち、またがしまたがしお店の、あ、そうなん、またがしまたがしがすごく多くて、もう全然オーナーにたどり着かないから借りるの大変やってきました、へえ、ポテサラ松坂ドリ、松坂ドリ焼肉、へえ、新しいのかな、和風スナック、そうか、神宮の花間さんとかは反対信号渡るんですよね、信号、あれ信号渡ったこっち、うん、渡ったこっち、花間さんってどこでしたっけ、この中、この多分この辺や、和風スナックも渋いな、五臓六腑ってここにもあるんや、なんか五臓六腑系列結構いっぱいあるみたいな、ここ三茶はすごいな、どこに行きますかですよ、金太郎、金太郎、あ、でもなんかここかわいい、洒落た、うまい、ラブバード焼き鳥店やって、え、なにこれ、上がってみます、上がってみようか、ちょっとバターどんな、どんな、どんなか見てきて、いっぱいです、いっぱい、はい、すごい美味しそうな店やな、ここもちっちゃいお店でした、絶対うまいやんこれ、ね、わうわ三角地帯やな、うわ、あ、こっちもこれ通路け、これ、ね、うわ、ちょっと俺ここ十何年住んでてここ初めて通るわ、この道昼間通ってるんじゃないですか、俺も昼間しか通ったことないから、え、こんなんあった、おでんあるぞ、おでん、でもここもいっぱいや、ここもいっぱいや、すごいな、出てきましたよ、あー、ここに出んのか、知ってるぞこのエリア、餃子シャック何が？あ、そうなの。これ愛ちゃんの店？タコハル？多分そうだね。結構いっぱいやな、どこも。あ、この間行く？はい。あ、なんかここら辺に温野菜あったの？知ってます？知らん。温野菜があって。温野菜が最近潰れて、そこに温野菜の1個のお店だったのを、ほんまこれぐらいの規模のお店に4区画ぐらい区切って、うん、なんかギュッてした
なんか立ち飲み屋みたいなへえアジトもなかなか、ね、あここ行ったことあるな俺あと何だっけ赤尾え何でしょう赤鬼赤鬼赤鬼はもう超人気店やね自分と同じだからそうだあれがないかここよそこよ花正あここかバッティングセンター行きましたねバッティングセンター行ったよちょっとこっち行こうありがとう。カイスケ、カイの専門店、カイスケ。カイ。カイ、カイ行く。カイ。カイスケ。これは言える。どこやろカイ。カイスケ。あ、これこれか。カイだけの店。え、カイだけの店。カンテラって寿司カンテラ寿司カンテラなんやここそこの寿司あったんやね和食屋さん奥かなここまで入ったことなくすごくあ貝やこれ貝のあでもカウンターの席あるかあれあえ結構いい時間があと9時半ラストオーダーなんで今何時今9時20分ですあじゃあちょっとちょっとって行こうか、はい、まだ行けますもう終わりですかあと10分でラストオーダーで、はい、で10時に閉店ちょこっと食ってちょっと飲みたいだけなんですけど大丈夫ですかあさんはいうまそういやめちゃくちゃいい匂いするめちゃくちゃいい匂いしてる上着にマリハンがあるんで。ありがとうございます。まあまあ。まあ。気にする。僕なかなかの緑茶割りで。店やな。ちょっとこの三角巣の中のあのざわざわ感からちょっと離れた感じです。好きなんでしたっけ？赤貝。赤貝。あ、どうも。ありがとうございます。注文いいですか？赤貝の刺身赤貝と。なんかもう一個なんか言って水がこうあと貝汁2つ貝汁って1個結構多いですか貝汁そうですね結構あっじゃあそれ2つ2人で分けますはいです投資失礼いたしますこちら平らないの磯辺焼きです全部気をつけてくださいわめっちゃいいめちゃくちゃいいあっ作ってまたお食事はそれでっていう感じで、ね、うまっ、はい、最高のお通し苦手な海鮮ってありますないな基本シャコとか全然いけるほやほやあ得意ではないかなでも食えるけど好き嫌いあるって言いますけど好き嫌いいるっていうかそのちょっとっていう人の方が多い多いよなでもやっぱあの昔シェフの三國のさんっていう、うん、フレンチの三國シェフっていう有名なシェフが、うん、僕が多分した味覚が育ったのはそのホヤのおかげやみたいな言ってはって、うん、ホヤってゴミってあの苦味甘味酸味とかあんねんな5つあんねん味を構成する味っていうのがそれがほぼホヤだけなんかな全部入っててだからそれを食べてるとなんか味覚が育ったんだみたいな一人で飲める人でしたっけ一人では飲めない人ですけど全然飲めるよそんな行かへんけどフラット仕事終わってフラットあなんかちょっとたまーにな別にそんな飲みに行こうって一人で飲みに行こうとはあんま思わへんから行かへんけどたまーに行くよへえそれはバーですかバーかなバー、うん、でもまあめったに行かないけど何していいか分からへんキャンプまで行っちゃ多分でもほんまキャンプみたいな状態で過ごすよ一人でバーでほんまにもう 1,2 杯飲んで、うん、タバコ吸って、うん、スマホ見て、うん、でも帰るみたいな、うん、なんかほんまに稀に、うん仕事終わりで、うん、なんかちょっとなんか真っすぐ家帰りたくないなっていう時がたまーにあって、うんうん
でなんか知ってるバーちょっと行って帰るみたいな。今お刺身持ってくるんで、はいはい、お醤油代わりにあの貝のお刺身、この煎り酒っていうのを作って、マスクつけて召し上がって。何なんですか煎り酒って。煎り酒という調味料。煎り酒という調味料。お酒に鰹と昆布と梅干し入れて煮詰めたんですね。でお刺身ちょっと一緒に持ってきました。水ダコが、こっち生でこっちちょっと炙りになってます。うまそう。ダコは塩あとすだちちょこっと、かけるのがおすすめで、うん、赤貝は煎り酒で赤貝あと肝と肝も少し茹でてお持ちしたんで、はいはい、煎り酒で。ありがとうございます。ありがとうございます。ヒアを一号で、はい、芳醇で。芳醇で。はい。うまっ。カツオの出汁の味。カツオ。うまっ。これは日本酒やわ。これは日本酒。はい。先ほどこれあのやっててください。今固くつながらするんで。あ、ありがとうございます。へえ。うん、名前の割に結構すっきりしてるんですよね、この芳醇ね、うん、芳醇という割にはだから、おかんつけてもいいんじゃないっていう芳醇にしてくださいなのかもしれないですけど、はいはいはい、ああ、そうそうそう、缶にしてはい、はいはい、でもすっきり美味しいんで美味しい。わ、肝うまっ。大人ですね。はい、はい。あ、赤貝の肝めっちゃうまいやん。これですか。うん、うまい。どういううまさですか。割と初なんでビビってんの。いやでもそのサザエの肝とかみたいにめっちゃ肝の味するんじゃない。あの肝の延長みたいな感じ。肝の延長、貝肝の延長みたいな感じ。貝肝の延長、癖があんまりない。ない。あ、うまい。うん、食べやすいよね。うん、はい、うん、熱いのでお気をつけください。うん、ありがとうございます。しじみ山ほど。すごい量のしじみ、ちょっと待って。すごい量のしじみが入ってる。うまっ。こんな濃いしじみ汁なかなか食べられへん。うわ、うまっ。うまっ。うわ、うまっ。貝うまいな。アワビとかも好きですか。好き好き。これ明日二日酔いせえへんな。あー、うまい。なんかね、よくね、子供、あの大人になったらね、どんどん舌のね、味蕾味覚ってことに、その味を感じるその穴がどんどんタバコや酒やなんやらでどん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 埋まっていって、味覚がどんどんあの鈍感になっていって いくっていう話知ってます。子供はめちゃくちゃ敏感だから、うんうん、ピーマンもとかも苦味のあるものも大人よりもより苦味感じるから、うん、苦手とかって言うんですけど、うん、これ菜の花のからし和えとか、うん、ほんまに30半ばとか超えるぐらいまで何がうまいねって思ってたのが、うん、突然なんかうまくなりだす瞬間ってなんなんやろな。ねえ、子供の時むちゃくちゃ食う、あんなに食うてたのにっていうのあります。結構子供の時から食ってるもん変わってないかもね。子供の時、僕イクラはそうなんですけど、子供の時あれめちゃくちゃ食ってたのに、大人になってからそんな別に
あってもなくてもあったら食うけど。いや俺いくら今だに好きやけど、もう寿司絶対頼みたいけど。あ、いや多分ですね、賢い子やったからじゃないですか、子供ってから。どういうこと？で、アホの子は好きなもんを永遠に食い続けるっていう。そういうもんなんですか。でも食いすぎて、食いすぎて嫌いとかないでしょ。あんまちょっとこう、あ、節度を守って食べてたタイプじゃないですか。うん、割と、うんうん。あ、でも賢い子。これ賢いだな、それ。節度、子供って節度を守れないんですね。もうええわっていうまで食うてもうて、なんか逆にそんなも好きじゃなくなるみたいな。いくらってもうええわっていうほどまで食える量もないやん、目の前に。だってまあお菓子とかやったらあれなのかな、うん、お菓子もありますもん。コンソメなんてめちゃくちゃ食ってたけど、もう食うててもその味知ってるからって思うのからかな、もうコンソメも食わなくなったりとか。それで言うたら俺ポテトチップスなんて、まあ別に安いもんや、うん、なんか20代の頃とか山ほど買って、なんか山ほど買ってもなんか 2,3 袋買ってぐわー食ってて、いまだに好きやねんけど、マジでもう一袋開けたら全部一気に食うし、別に2袋とかも全然食えたけど。あ、そうなん、食いすぎてもうええわ、食いすぎてもうええわ、なんかな、そうかな。節度守ってたんじゃないですか。これ以上食うたら多分これはそんなに節度を守ってなかった。そのこと嫌いになるってちょっと思う。じゃあ節度を守るの、例えば何なんだよ。例えばですけど、僕は何個かあります。ゆで卵、ゆで卵好きで、節度守らず食うっていうのを何個食うの。節度を守るって一撃で何個も何個も食うんじゃなくて、もう、あ、毎日食うてんだとか。グミ、あ、だから偏食気味の人なんじゃん。あの、そう、好きだったらそれをずっと、それしか食わへん人みたいな言うやんか。そっち系なんじゃ。俺それじゃないもん。そっち系っていうのはなんか、例えばな、ほんまにコンビニのスイーツとかでも、うん、これにハマったってなったら、うん、それを毎日、1日何個も毎日食うみたいな人いるやん、うん、それしか食わへんみたいな人、うんうんうん、そっち系ってこと。そっち系それはないねんな。それは今日もそっち系っていうか、昨日食べて美味しかったから今日もこれ食べて食べようかじゃないんですか。昨日これ食べて間違いなくこれ美味しいけど、今日はちょっとやめとこかいなっていう節度を守るってことですか。そのなんていうの、その例えばコンビニのこれってなったら、うんうん、コンビニに行かんとそれ買えへんわけやん、はい、コンビニに行かへん日もあるやん、はい、自然な流れで生きてると、はいはい、行かへんかったらまあないからええかみたいな、うん、でもそういう人は、うんうん、わざわざ買いに行って、あ、買って、うん、絶対目の前に置く人やんか。その昨日美味しかったあの思い出みたいなとかも別に無視するんですか。いや、昨日は美味しかったあの思い出もあるし、うん、また別の日に美味しかったあの思い出もあるから、別に他のもん食べようってなる。で、昨日美味しかったあの思い出しか美味しかったもんがないわけじゃないやん。これ使う使わない自由ですね。恋愛じゃないですか。いや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 、それ。あ、すいません、ありがとうございます。かわいい、こんなんのよ。ちょっと後でいただこう。かわいい。何それ、なん思いません、特会引っかいする人とかじゃない。特会引っかいじゃなくて、いろんなもん、いろんな、だ同時にいろんな人を好きになるというか。いやいやいや、でも違います。だって食いもんはさ、うん、日々何かを食ってるわけやん、はい、いろんな思い出あるやん、はい、だから別にそんな、だって散々普通に生きててもいろんなもの食うわけやんか、はい、うん、だから別に違うと思うで、それは。だってあれ、その、だから偏食の方の人がだって少ないやん。昨日食ったやつ美味しかったんですよ、間違いなく。昨日食ったあれが、だからバターはその間違いないということに重きをめっちゃ置いてるから、別に間違いない、ああ失敗がないねんもん。別に他のもん食ったって別に、確かに間違いがないっていうのに、ま、その間違いがあったらまずいかもしれんというのにめっちゃ怯えてるわけやん、バターは。めっちゃ怯えではないですけど、まあ、基本的にはさて戻ってまいりました。ここのはず、確かここやったはず。じゃあ今、あー、どうも、大丈夫ですか。あ、よかった、すいません、ここでいいですか。あ、じゃあそこで
ありがとうございます。リンゴハイボール、リンゴハイボールでしょうか。ちょっと中入ってるやつ、はい、リンゴハイボール2つください。はい、リンゴハイボール2つです。ありがとうございます。お疲れ様です。ほのかにリンゴやな、うん、ルード、これ奥パッて入っていい、はい、よしおちゃん、子供生まれたって。え、子供、小島よしお、へぇ、もんじゃ焼きってね、どんぐらいのペースで食べます？うわ、3年に1回ぐらい食べます。あ、3年に1回ぐらい食べるんですね。僕ほんまに5年もうほんまに東京来てから数えの5回も食べてない気がします。もんじゃとお好み焼き屋って一緒になってるところじゃないですか、うん、だったらもうお好み屋のお好みの方が間違いないからお好み食うっていう。いや、まあ間違いない理論すごいな。でもご飯食べるときにお腹空いてるときに行くじゃないですか。お腹空いてるときにでももうバリエーションやん。バリエーション欲しいから俺やっぱり。ああ、うん、それこそ同じもんしか食わへん人生損やなと思ってまうもんね。そっちの方が。え、あのイカ玉とか食います？食うよ。食うんや。イカ玉なんかマジで食えないです。食いたいと思っても食えないんです。みんなもうあいつ、どういうこと？もったいないから。もったいない。豚玉の方がええやん。そう、買いません。今日はイカ玉行ってみようかなとかあるよ。あ、だから僕、ま、前言ったじゃないですか、あのマクドナルドでエビフィレを食える人ですよねっていう。エビフィレを食う、食うよ。エビフィレを食えない人ですね。食いたいけど食いたいけど食えない。食いたいけど食えないってどういうこと？だからマクドナルドなんてそんなにしょっちゅう食わないじゃないですか。だからハンバーガー食おうかって思うんですよね。絶対食わないから。マック行ったらハンバーガーやろう。だからマック、せっかくマック行ってないからハンバーガー食おうと思ってるだろ。でもエビフィレを食いたいんやん。食いたい。あ、これに？はい。そっちの方が損してない。食いたいのに食ってないのが。でも、まあ、あ、でも半年に1回1年に1回しかマック食わへんねんから。煙めっちゃ出ない。ここでそんな、なんかうまいかまずいかわからないエビフィレを食うかは。まずいことないやん。1回食ってみて、なんかエビフィレもうまいなってなったら幅広がるから。エビフィレを乗っていう選択肢も今後できてくるわけやん。美味しいなと思ったら。でもなんかハンバーグ食いたいなとかって思うんですよ。だから本当ハンバーグは、ね、それは結局ハンバーガーの方が食いたいから食ってんのか、なんならエビフィレオにめっちゃ興味が。エビフィレを食ったことないってこと？じゃあ多分1回だけ食べたことない。でもそれは本当に先週マック食ってまた今週も食うのかぐらいな時になったら、ちょっと勇気を出してエビフィレを。勇気を出してエビフィレを。ちょっと全然勇気を出してフィレオフィッシュとか。ちょっとでもな、基本マックなんて全てのメニュー、うん、そこそこ美味しいやん、はい、そんな変なメニューなんかないやん。だから牛ハンバーグを売りにしているのにここでエビを食うのか。だから僕はそれは憧れはあります。大人やな、大人やな、大人ってないやん。憧れってマックに憧れもそうなんでもさ、マックって割と別に身近なもんやんか。そのなんか例えば超有名なこだわりのハンバーグ店、ハンバーガー店に行ったら、うん、そりゃとりあえず一番スタンダードなハンバーグ一回食わなあかんやろは分かるけど、うん、マックってマックに来たら絶対ハンバーガーですよっていう子じゃないやん。そういうもんじゃなくて、マックっておはよう、こだわり強めのハンバーガーへ行って、うん、え、なんでそのフィッシュバーガー売ってんのとか、うちは黒毛和牛 100% で作ってますみたいなハンバーガー屋さんやったら分かるけど、小沢さんもあのセットでね、ポテトかサラダか選べるじゃないですか。あの人サラダ選ぶんですよ。そのサラダ食べなあかんなって思ってるけど、
マジでそうポテト捨てる勇気ないわって思うんですよね。いや別に俺はもう野菜食わなあかんと思ってサラダ選んでるわけじゃないと思う。単純にサラダ食いたいからじゃない。サラダ食べるから。サラダさんの勇気ないわ。勇気って何だ。じゃあフィレオフィッシュなんてもう全然。もうほんまにもう3日連続4日連続食って4日目にフィレオフィッシュ。やなっていう。10はやばい。勇気ないわ。勇気ですよね。勇気じゃない。枝豆食べます。ありがとうございます。うわ、熱々でうまい。だったら飲みです。ああ、そうそうね。この中で分量を入れるみたいな。うん。そういうアクティブする人なかなかでしょ。うん。なんかうまい。ね、うん、あの絶対あの裏切らへん。ガリがちょっと甘めのガリなんです。あ、そう。甘め。美味しい。限界って年取ると衰えてるなって思います。やってて、あもう二次陰死しんどくなってきてもう終了で眠いなとかはある。まあ、それはその集中力。